こんにちは、ハイバレー花粉症代表のイナッキーです。今日はこの防塵フェイスマスクをご紹介します。この防塵フェイスマスクは、レインウェアでも発売されている 24/7 カスタムレザーズの商品になります。カラーリングは、このアイボリーブラック、そして、グレーブラック、ネイビーブラック、レッドブラック、そして最後にカーキブラック、この5色展開になります。こちらはフェイスマスクとしても使用できますし、あと首に巻いてスカーフとしても使うことができます。はい、では実際にまずこの一番派手なアイボリーブラックで、開けてみたいと思います。では実際にこちらのアイボリーブラックを開けてみたいと思います。こちらのテープは剥がして、はい、こちらを外します。そうすると開くとこういった形になっています。こちらが表ですね。でこちらが裏です。で実はこの裏のですね、ここの穴見ていただければ分かると思うんですけど、ここです。ここにマスクを忍ばせることができます。そうするとより防塵されるので、僕みたいな花粉症でも安心です。はい、では実際につけるとこうなります。これはもうマジックテープで、つけられるので、このまま巻いていきます。でこちらがゴムシャーリングになってまして、よく、ジャケットとかでもありますけど、こう伸び縮みする素材なので、サイズ感もこの人の顔に合うように、調整できます。でマジックテープで取り付けるだけなので非常に簡単です。これがフェイスマスクの使い方です。でこちらを、外していただいて、首に巻くとスカーフとしても使うことができます。そうすると首元もあったかいので風が入らなくなります。はい、続いて僕ちょうどマスク持っているので、実際にこのですね、裏の方にマスクを忍ばせてみたいと思います。はい、マスクをつけるとこのようになります。マスクだけすると見た目がかっこ悪いので、このフェイスマスクをしてすると余計かっこよくなります。これで僕をはじめ花粉を防ぐことができるので、走行も安全に、気が楽に持っていきます。マスクだけですとかっこ悪いので、このフェイスマスクの中に忍ばせてあげると見た目もかっこよく、で花粉も気にすることなく使うことができるので、おすすめです。それでは実際にこれを取り付けてちょっくら走ってきます。アウターとかこうダウンしっかりしたのでも、高いダウンとか着てもあったかいんですけど、やっぱり首元からこう隙間風が入ってくるんですけど、これ全く入らないんで、でこれちゃんとこう締め付けてあげれば余計入らないですし、ここがあったかいので、やっぱりなんであったかいかなと思うと、やっぱりコットン100なんで、多分それで保温性とかそういったのもあるのかな。あとこうあったかくなって、こうちょっと汗ばんでも吸水してくれる、吸水して、速乾性もあるので、それでやっぱりホット100ってやっぱいいなと思いますね。あとこれだと5色あるので、こう服装によってその日のコーディネートによって使い分けることができるので、別に1枚いるわけでもなく
2枚3枚持っていこうと思いますし、まあ、これが結局小物っていう感覚よりも割とファッションの主役になるんじゃないかなと僕は思いますね。とりあえず1個買います。これからのツーリングシーズンには必須アイテムとなります。ご注文お問い合わせはこちらまでどうぞ。パインバレー花粉症協会代表イナッキーでした。